皆さんこんにちは、青山トレーニングラボ S&C コーチの久保です。こんにちは、 S&C コーチの若です。お願いします。お願いします。はい、はい、今日は前回に引き続きピッチングにおけるパフォーマンスについて続編を、続編だいぶ引き続いた前短パンやったから黒くて短パンやったから半袖短パンでやったよね。このペースでいくと4ヶ月に1回のペースだから1年で1つのピッチングが成り立つかもしれない。できればいい方かな、1年で1つ上がればようやく来ました、続編。続編、今日はね、前回の、ワインドアップ期の次のフェーズ、はい、いきましょうか。ということで、はい、今回も岡コーチの方から、はい、今日のテーマを発表してもらいます。はい、はいはい、じゃあ今日のテーマ、ズバリアーリーコッキング期におけるパフォーマンスについて。つまりアーリーコッキング期におけるパフォーマンスについて。はい、これでいきましょう。アーリーコッキング期のパフォーマンス。コッキング期ね、前はワインドアップ期、片足立脚までの、パフォーマンスについて。はい、なので今日はその次のアーリーコッキングね、アーリーコッキング片足、立脚をしたところから、まあ、例えば右ピッチャーやったら左足が流れてきて、そうで、右手がトップに来た位置、はい、ここまででいいですかね。この辺がね、はい、アーリーコッキング、はい、まあ、そこからね、また違うフェーズになっていくんで4ヶ月後ね、はい、また次にやりますので必ずアーリーコッキングね。今日はアーリーコッキングの、はい、まあ、パフォーマンスについて注意すべき点とか、そうですね、こういうところの可動域が欲しいなっていうところをまた話していきましょう、うん、はい、はい、ということで、はい、まあ、前回の片足立脚が、まあ、成り立ちましたと、はいはい、ワインドアップね、うん、足上げ、左足上げて止まるところ、はい、そこからじゃあ体重移動しながら足を踏み込む、うん、踏み出すタイミング、うん、で手を上げるタイミング、うん、の中でじゃあ何が必要かっていうところで、うん、まあ、一つ目はやっぱり軸足、軸足、まっすぐ立った足がいかに軸を保ったまま体重移動ができるのかと、うん、はい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 、残したままね、まあ、よく言うのが、まあ、内倒れとか、ね、膝がパクッと内に倒れるとか、ニーインってやつかな、ニーインね、はい、とか前に倒れてしまうとかね、はいはい、ってなってくると、うん、上半身の軸が倒れてしまう、うん、前に出れば上半身がもしかしたらバランスを取るために後ろにそっくり返ってしまう、うん、でやっぱり開く原因になったりとか、はいはい、肩が下がって肘が上がってこないという現象になったりとか、うん、まあ、だからトップが作れない、うん、現象が起きたりとかするので、はい、まあ、やっぱ軸足、軸足ねっていうところは保ちたいな。軸足で立つことは大前提、はい、そのだから膝の位置、軸足の時のそう踏み出す時の膝が一緒についていったりとか、はい、前に出ない膝の位置はどこに置いておくことを意識しておいたらいいですか。まあ、できればなんていうんですか、このまま残したまま、硬い軸をある程度残したまま、硬い軸ね、すねの骨ね、そう、地面に対して垂直ぐらいをイメージしておいたらいい。垂直をイメージして踏み出す、踏み出すっていう感じ、うん、まだ完全に左には乗らない、乗らない、コックっていうのは体重は後ろに置いたまま動きながら、動き出しなんで、はい、やっぱりこの軸をいかに保てるかと、うん、保ちながらまずは一本で立っておく、そう、これが足のポイント、足のポイント、うん、次上の方は、上の方はですね、うん、まあ、じゃあ、まあ、上半身の軸保ったまま踏み出しますと、うん、はい、まあ、これは最低条件、はいはい、の中で手を上げてくる、出てきましたよ、横から、はい、手を上げてくる、難しい動作ですっていうのが、はい、まあ、ポイントね、うんうん、腕を持ち上げてくる、そう、手が持ってくると当然この辺の可動域は必要かと、そう、肩の可動域、うん、まあ、言ったら可動域も大事ですが、上げる軌道、上げる軌道、そう、じゃあ後ろに引いてしまうとそれは当たってこない、ぶつかってくる、うん、これぶつかってくる、インピンジメントの障害、まあ、インピンジメント ね、まあ、違う動画でもいろいろ説明して、はいはいはい、してるところですが、うん、まあ、そうなりかねない、うん、まあ、肘もやっぱ上がってきにくかったし、ってなるとどのこうね、真横が、まあ、真横があるとしたら、うん、どの軌道で後ろは良くない、うん、じゃあ真横がいいのか、ちょっと斜め前がいいのか、前がいいのかってなると、どこがいいですか、どう思いますか、考えましょうまあね、上げやすいって言ったら、まあ、真横だったりとかっていう真横イメージはあるかもしれないですが、一番自然なイメージがあるかもしれない、そう、はい、まあ、こう構えて、まあ、肋骨もちょっと丸くなってて、うん、
その上に肩甲骨がついてってなると、うんうん、実は肩甲骨ってこうペランじゃなくてちょっと何ですか、丸みを帯びた上にいるので、ちょっと前向いてる感じかな、はい、なのでよく言われる肩甲平面上、肩甲平面上、これポイントです、押さえておいてください。肩甲平面上、真横ではなく真横が0としたらちょい前、2、30度ぐらい前が肩甲平面上ね。そう、そこが一番肩甲骨がちゃんと情報回線して、はい、腕を上げやすいポジションになっているんで、はい、じゃあこう肘がそこを通ってくれればいいんで、ボールがそこを通ってるってことは肘ちょっと後ろに引いちゃう、はい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 、肘がそのポジションを通ってくるようなイメージだよ。肘が肩甲平面上を通ってトップを作るのが理想と。そう、なるほどね。肩甲平面上を通って肘をどこら辺まで上げておくっていうのは、まあ、まあ、ある程度 肩の高さぐらい、肩の高さぐらいまで上げたい、まあ上げたいな感じ、うん、で肘から先行じゃなくて、まあ、肘と手を同時に上げるぐらいのイメージ、うん、こうじゃなくて、そう、内線がしっかり入った状態っていうよりは、まあ、ある程度こう同じ高さラインぐらいから一緒に上がってくる、そうそうそう、上がってくる方がスムーズに上がってくれるし、はい、次の外線の動作っていうところに対しても、うん、あのスムーズに入りやすいんで、はいはい、そこら辺をまあイメージしてもらいたい、うん、じゃあ今のところを抑えると、うん、片足立脚の時は、まあ、例えば右ピッチャーでは右足の硬い軸をしっかり地面に垂直に立てる、うん、そう、この水平移動をした時に一緒に行かないってことね、行かないよ、これがまあ下半身のポイント、はい、で上半身って言ったら、まあ、この上半身の背骨まっすぐ保ちましょう、うん、でこの腕を上げる動作の中では後ろ気をつけてください、うん、肩甲平面上、肩甲平面上30度で外転してきて肘も一緒に上げていきましょう、うん、でこの2つの動作をポイントに、まあ、練習する時とかの、まあ、フォームチェックとか、フォームチェックはね、そういうのも気をつけてもらったら、意識してもらったら、まあ、だから動画とかは正面から撮るのが分かりやすいから一つ、まあ、正面こっちの面と、うん、と、そう、まあ、どっちか横、うん、右手をフォーカスだとやっぱ後ろから撮って、後ろからこのこっちから撮るか、はい、そうね、どの角度に上がってるのかっていうのが見えてくるんで、はいはいはい、まあ、いろんな角度から撮ってあげるっていうのも、まあ、体の倒れ方とかね、まあ、そうやね、見れるんで、ね、うん、そう見てもらったらいいかなと思います、うん、そういう動画のチェックをやってみてください、はい、じゃあその2つのポイントを、まあ、抑えた上で、うん、うん、そうやね、じゃあそれを例えばトレーニングとかエクササイズ、はい、もしくは柔軟性が欠如してたらそれはそれで必要だし、そうだね、考えた時にどういうところを、どういうところか、どういうエクササイズ、どんなことを気をつけてやったらいいのかなっていうの、なるほど、はい、まあ、例えば、うん、その片足立脚から、うん、まあ、膝のポジション、硬い軸を安定させながら、重心移動を始めるって言った時には、うん、まあ、もちろんやっぱり電筋、中電筋だったり大電筋、大電筋、まあ、その辺のエクササイズは必要になってきます、はいはいはい、でもう一つはやっぱりどっちかというと内転筋が伸びながら耐えながら力を発揮してくれないといけない、骨盤を安定させるっていう意味では、うん、ここがペラペラになったらやっぱりどうしても今度は体重心動の時に骨盤がこう傾いたりするんで、うん、内転筋も一緒に使えないといけないと、体幹が同時に使えたらベストなので、割と僕はサイドプランク、はい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 、サイドプランクを下の足を下にして開きながらやるとか、下の足を下にそうね、下の足を下に下の足で踏ん張りながらサイドプランクするとか、あ、こっちの電筋を意識させておいて、電筋を意識しながら腹斜筋だったりとか、使ってこっちの足をちょっと使って、そう、負荷をこう、まあ、かけて状態を作るっていうことですね、はい、もう一つが逆バージョン、逆バージョン、内転筋、上の足をベンチに引っ掛けておいて、うんうん、耐えながら、はいはいはい、腹斜筋、ここに足をこういうふうに置いて、そう、両方筋を使ったサイドプランクとかをしてる、うんうんうん、っていうのは結構おすすめ、どっちの、まあ、内も外も使える状態で、はい、かつ、まあ、安定的な、そう、ね、姿勢的にも、はい、接地面が多い状態で比較的トレーニングとしては導入しやすい、しやすい、最初の段階からでも、うんうん、まあ、難しいエクササイズがね、まあ、いろいろありますけど、うん、まあ、まあシンプルで言えばサイドプランクしながら内転筋、うん、中転筋をいろいろ刺激してあげるっていうのが一つ、うん、まあ、大事な、まあ、特に下半身でいうとそういうところが一つ、はい、結構キーワードのキーポイントなキーポイント、ね、エクササイズ、はい、これ皆さんやりましょう、やりましょう、はい、ぜひ。
じゃあ次は上半身に戻上がってきて、上半身に上がってきて、うん、あ、例えば本当にこの蛍光平面上での言ったら長方回線、はい、やっぱり前鋸筋のエクササイズだったりとか、うんうん、あ、まあ、それと同時にね、やっぱり極上筋、インナーマッスルの筋肉っていうのを使ってこう上げてこないといけないので、はい、まあ、その辺の筋肉をいかに動員できるかどうかっていうエクササイズをしてもらいます、うんうん、それはもうさっきの下半身は結構もう複合的にやってたんですね。大臀筋使いながら臀筋も意識させる、そこに対してコアも一緒に働かせる、うん、まあ、極上筋とか使うのはもう極上筋は極上筋だけで、まあ 極上筋に関してはそれだけなんですよね、うん、端的に使ってちゃんとこういうコットの滑りを出せるかどうかっていうのが一つ、うん、前鋸筋とかはもう複合的にまたそれもさっきの足みたいに、そうね、まずはでもシンプルに肩甲骨を使ったエクササイズ、例えばウォールスライドとか、うん、でちゃんと肩甲骨が、うん、あの滑ってくれるような動きを出すとか、うん、でそういうのができてからある程度このランドマインプレスみたいな、はいはいはい、ランドマインプレス、ね、ちょっと足を前後に開いてやるとか、はい、スプリットスタンスでね、ちょっとバランスを崩させながら体幹をしっかり保持させて肩甲骨をうまく動かすっていう練習をしたりとか、結構いろいろできることはあるかなとは思うので、ランドマインの狙いはこの前鋸筋の活動、うん、あとは肩甲骨の上方回旋、上方回旋、この連2つの動きを、まあ、うまく組み合わさせるっていう、そこに対して力を発揮できるかどうかっていうのがポイントだね。なかなかね、ランドマインできる施設ってそうそうないと思うんですけど、うん、ね、まあ、できるんであればそのランドマインをね入れてもらった負荷が、そうね、うん、まあできたらいいけどなって、うん、まあ、なければないで、なんかちょっとダンベル使って別のことを考えて、なんか他にそれに近しい動きってできるかな。あ、例えば、うん、靴拳の上に乗せておいて、こういうこと、そう、うん、で、まあ、ある程度肩甲平面上ぐらいに肘を開いて、はいはいはい、こっから靴を落とさないように、うん、じわ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 っと上げる、それはもうそのスプリットの状態で同じ、まあ、スプリットの状態でもいいですし、うん、あの両膝立ちでもいいです、ね、簡単にするんだったら両膝立ちとか、うんうんうん、難しくするんだったらスプリットとかでもいい、うん、この靴の軌道、拳がだからとにかく天井をしっかり向いた状態で、うん、肩甲骨がしっかり動いてきてくれて、うん、最終的には耳の横まで来るとか、あ、こっちに下げてくるというね、こういう動き、肩甲骨の動きを出してあげれば、はいはい、例えば、まあ、情報回線、うん、あの変にこうシュラグが入ったりとか、はいはいはい、しない練習をしてあげるとかで、うん、肩甲骨使ってあげればいいかなと、まあ、確かにランドマインする前にそっちを先にやってもらうのが、まあ、軽い負荷でね、うん、できたらいいかなと、動きをまずはね学習してもらって、そこから負荷をかけていけるのが一番、うん、怪我のリスクも抑えられると。そうですね、うん、だ今日のコッキング機のパフォーマンスについてはこの2つぐらいを意識的にチェックするときは、まあイメージとしてはそれがいいかなと思います、ね、うん、骨盤のポジション、まあだから骨盤がまずぶれない、そのために肩や軸をしっかり保つ、うん、でその中で腕の動きとしたら、うん、肩甲平面上で上げる、うん、っていうところまで、はいはい、できればいいかなと思うんで、はい、まあ、そのあたりしっかりチェックしてね。でこの次に今度は後半のコッキング、レイトコッキング、レイトコッキングが入ってくる、ね、入ってくるので、まあこれはねなかなか動きのすごく途中のモーションやから、いろんなことがねまたいろんな複合的な動作が入ってくる、入ってきて複雑になると思うんで、まあそれまでのね今2つも出してるんでね、ワインドアップとコッキングね2つも出してるんでまずはこのね2つ、はい、動作の最初の方なんでね、これ前回も言ってるけど、すごい大事って言ってたね、うん、めちゃめちゃ大事ですね。これが崩れてくるとやっぱ後ろが崩れてくるから、そうまずはこの2つクリアできるように、はい、写真撮るなり動画撮るなりエクササイズ導入してみてください。はい、はい、じゃあ今日はこれでさよならです。はい、よいしょ、すっ。
面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回のエッセンスCコーチ雑談もお楽しみに。見てね。